これでキング4勝ということですね。3、4、12もこの時点で12万円を獲得しております。安いね、まだまだまだいけますね。さあ、はい、続いて休息なしでいきたいと思います。続いての飛脚、ラビット。はい、はい、10。いや、それではこの2人のビートを DJ セロリに聞かせてください。ナイスピース。さあ、それでは先行後攻のジャンケンをお願いします。先行で、先行ラビット、高校呂布カルマ8小節3ターン勝負いきたいと思います。レディーファイト。初対面でガン飛ばし合う俺らは多分バカだ。でもこの健康を見るお前たちもバカだ。でも俺はラッパーだ。何がキングなんだ。わっしゃ裸の王様。あ、お前金稼いでそれでキングかよ。ラッパーは伸びしろを伸ばし続けるもんだろ。お前成長止まってんのかよ。いつまで続くのか見せてくれよ。ラビットビートの上でぴょんぴょん、子供同士のバトルで名前あげて跳ね返り、俺が裸の王様。バチバチ着飾ってんの見えねえのかな。前回のアドレナリンでバッチリ結果出した上にあそこで座ってる知らねえのかな。お前こそ子供同士で跳ねて間違えて勘違いして俺に当たってきてる。ビビってるよ。勘違いの延長が夢に変わってく。ガキの遊びから大人を電波に殴り込み、ああ変わらねえものがある。何がキング、ああラッパーが結果で勝たんのかよ。ああ俺は飛ばし続けるぜこのバイブス。あんた手抜いてんのかよ。くだらねえ下ネタとツイッター飛ばして手で抜いてもらえばいいんじゃないですか。あら、これが喧嘩？いじめ？どっちかわかんねえが、これは稽古つけてやってるだけだぜ。キングから増評の前にまだお前は歩兵、都金にさえ慣れちゃいねえ。俺の一手でひっくり返ってあららコロコロ忘れらされて嫌っていく。前はキングじゃねえ、俺は金、負、全部取るぜ。藤井聡太の街から来た。藤井聡太とか一手でひっくり返すとかありきたりすぎてマジで食らわねえ。ラッパーはいつだって全力だろうが MC バトルは制御不可能が。だから俺がかましに来た。まるでメガシ、それともテカシ、でも譲れないで魂。目つけたパーリー、俺が見る新時代へ。お待たせ、青上で DIT、yeah! 勘違いすんな、お前ぐらいの魂には値段はつけねえ。誰も買っちゃくれねえよ。よ、全力当たり前、お前一人一人15人相手すんだぜ。お前なんかよ、俺の爪の中でも煎じて飲んどけ。これは節度で1週間は聞くよお前に。勘違いしてる MC の首をチョッパ飛ばしていい気になってる俺が呂布カルマ、まさにキング。終了。それでは判定の方に行きたいと思います。先攻ラビット、後攻呂布カルマ、勝者キング呂布カルマ。3分の1いったところで現在全勝でございます。15試合先攻ゴルビー、後攻クタ。すいません、ワタです。おい、ワタやないかい。お前、これ誰が見てもクーやん。クですね、これちょっと怒っときましょう、後で。ゴルビー VS ワタね。あの、一応ワタザ・フリーメンって言うんですよ。んワタザ・フリーメンって言うんですよ。ワタザ・フリーメン、はい、でも会ったことあるような気がするんやけど。ある、あるよね。では、ハット対決いきましょう。レディーファイト。ワタじゃないのがワタザフリーメン。バチバチ勝負、俺はノーディフェンスで沸かしていくのさ、オーディエンス。もう一回聞くよ、調子はどうだ。今夜は祭りさ、カーニバル。終わる頃みんな俺のファンになる。お前のスキルもお手並み拝見。バチバチな勝負俺はしたいぜ。やばい祭り今日はマジやばい。渋谷アドレナリン満員御礼。イスク、ヒデク、俺来年はライブで呼んでくれよ。適当描く夢はくれよ。お前のラップマジダサすぎれよ。ワンファン適当にバンバン打ち抜くだけ。こんな魂とワンファン。お前が言うほどダサくはねえよ。お前は上がって全然ねえよ。だからやってるお前よけよ。お前はマイク持つ失格ねえよ。そんなライブじゃ失格でしょ。お前のローなら俺でもできる。ライム使わなきゃでも勝てるタイプ。絵起こせないサプライズ。お前はすぐするだけ真似めよ。このままやるだけ俺のフローはそれだけじゃないからさ。まだもう体いらだけ理解されねえの。
このままやるだけだわ、このままお前殺し現状だ、炎上なんか見たくはねえな、お前年取り炎上現状ゼロー。もうめっちゃやばいやん。それではしっかりジャッジ決めてください。先攻コルビ、後攻ワタ、ゴルビー、勝者ゴルビー、ワタにもでっかい拍手。ワタかっこよかったよね。しかしあのゴルビーは腹立てさすのうまそうやな。そうですね。あんなん同級生におったら嫌やもん。先攻カルデラビスタ、高校この間あのバトルで勝ってた証言、証言こっち、カルやないか。お久しぶりです。行きましょう、レディーファイト。マジで久しぶりすぎてちょっとヤバめな緊張、タイガさんシオン DJ オンダセカルデラ、未だに続けてる、また1から0からマイナスからアドレナリン、このカルデラにお呼びいただいてマジ幸せもんだ、証言いい勝負しようぜ。いや、何が伝説、ただの化石、響くのは今を生きるラッパーの叫び、わかるかやだよ、何が伝説、2005ここでジエンド起こす事件はビートに乗って回してくれよ DJ シオン、ここであんたは死んでいる。俺にやっと仕掛けてこいや。そんなこと分かってんだよ、自分自身の方が自覚してんだ、でも来てんだ、なぜならみんなやっぱバトルが好きなんだろ、俺もそうだよ、10年前からまだ続けてこの先もずっと一緒のことをやってんだ、もっと熱く熱くしようぜこの東京。よく見ればこいつなんかおどおど、え、目が真っ赤ボロボロ、速攻で殺そう、やっぱ頭の回転違うね、昔は憧れたのに俺は未だにこの人と戦えて嬉しかったのにちょっとがっかり、やっぱり中身なかったり。ゼロー。ではジャッジお願いします。先攻カルデラビスタ、後攻証言、勝者証言、カルディもでっかくする。カルデラビスタが戻ってきました。それでは第2試合、ポニー VS マスオマスター。ではジャラケツポピーで決めてもらっていいですか。もう今回が最後です、ジャラケツポピー言うのも。じゃんけんで決めてもらっていいですか。ここで、ではマスオマスター高校こっちに。今初めて知った、マスオマスター。先行ポテ、失礼、先攻ポニー、後攻マスオマスター。では行きましょう、レディーファイト。相手のことチェックはしない、マスオのマスターその先が見たい、今はまだいい、さっきとの違い、この時間帯から叫べ、はい、慣れてるパリにさあいらっしゃい、俺の地元は山梨大都会東京、マスオマスターが相手、気にはしないで心臓へくりて、K.O.K. 山梨俺和歌山して、まだバケし頭ふらしに来たぜ、 OK ポニーさん昔と同じ乗り方しかしてないじゃん、 K. 陰も踏めない陰の話、2年前から進歩がない、おいおいどうしたいいとこない、まずはやっぱり陰も硬い、彼と同じで皆様にセンキュー、そんな昔からくれてるレスキュー、だけど大丈夫巻き起こすこのボン、マスオマスターただのヤジ、もしくは嫉妬妬みは嫌い、今の状況をフローしてたい、ただ種まいて花咲くこのサイクル、変わらずに勝つ俺はただラップする、 OK OK 巻き込んできたファイヤー、いつだってジャカメンがファイヤー、固めた刃あんた切り先に来ちゃ、 PVP2000 なんでか分かんないけど王者、俺はベスト8一番跳ねてないの、コペルもシュンもキザルも競ったり上がってるけど、マイク実力上がってプレイヨセ、おいおいもうちょっと首振れ、おいイエー、終了。それではジャッジお願いします。先行ポニー、後攻マスオマスター、勝者マスオマスター、ポニーに爆笑。